的なレジャーシーズンを前に、親子で水辺の事故について学び備えるフォーラムが東京で開催されました。東京の日本財団ビルで開催された親子で学ぶ海の備え教室。まずは水辺で起きる事故についてどうすれば防げるのかを正しく知ってもらおうと、水難事故の特徴などが説明されました。全国では毎年およそ1000人が水難事故で亡くなり、そのうちのおよそ 70% が海の事故で命を落としています。また県内ではおととしまでの5年間に117人が亡くなっていて、これは全国で12番目に多い数字となっています。二度と同じことを繰り返さないために、教訓を事故から教訓を生かしてほしい。続いて、今から6年前に愛媛県の河川でお泊まり保育に参加中だった息子を亡くした吉川優子さんが登壇しました。吉川さんはライフジャケットなどの救命装備をつけていれば防げた事故だったとして、備えの重要性を呼びかけました。手作りの野外フェスというの、亡くなる1年前、前年の新之助の写真です。愛媛の瀬戸内海なんですけど、本当に穏やかな海で、海でも川でも私たちよく遊んでました。でライフジャケットもちゃんと着て遊んでたんです。ライフジャケットの装着というのを地域でまず広めようという活動を始めました。事故に遭った際、ライフジャケットを着用していた人の生存率は 90% と、着用していなかった人と比べて大きな差があることが分かっています。参加した子どもたちは実際に身につけてみて、体としっかり固定する方法や救助が来るまでの正しい浮き方などを学んでいました。海と日本。